エベスミオエベスミオ11月5日から1950年1月11日は、日本の内務、警察官僚、感染県知事、川崎市長。山形県南大玉郡南原村、稲葉城町出身。旧米沢藩市、エベノブジ、伊予夫妻の長男として生まれる。1914年3月、山形県立米沢中学校を卒業。 第2高等学校を経て、1920年7月、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。同年10月、高等試験行政科試験に合格指定新賞に入賞。1921年、内務省に転じ山梨県属、地方科研学兵科勤務となる。以後、山梨県政山梨郡長、山梨県警視、 警察部刑務課長兼巡査教習所長、同保安課長、山口県地方事務官、産業課長、同商工水産課長、同学務課長、富山県書記官、学務部長、山形県書記官、警察部長、三重県書記官、警察部長、熊本県書記官、警察部長、神奈川県,奈川県経済部長などを経て、1939年4月、兵庫県総務部長に就任。 1940年4月、島根県知事に就任。中等学校の整備、森林伐採や土地の造林事業の継続、林道開設、佐田川沿岸用水改良継続事業などを推進。同年12月、福島県知事に転任。食料お造産などに尽力。1942年3月、翼山議員連盟を改組し、翼山政治会が結成された。 同年7月、政府から南方占領地の司政長官就任の要請を受けたがそれを断り退官。その後、京都市第一条役を経て、1944年5月、川崎市長に就任。1947年6月、GHQ の命令により市長を辞職。その後、公職追放となった。ありがとうございます。